はい、と、ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルド実況プレイパート80やっていきたいと思います。ちょっとね、怪しい見た目になってるんですけれども、ちょっと裏作業でですね、ちょっとこれまで行ったところを回って、ダウンロードコンテンツの宝箱を少し回収してたんですよね。このムジュラの仮面とか、あとはまだ体が持ってないんですけど、チンクルのズボンだったり、ミドナの冠だったりね。まあこれまでプレイしてきたゼルダシリーズにも馴染みのあるような、登場キャラクターのね、装備を、得たらしいんです、得た感じになるんですけどね。まあとりあえずこのファントムセットが防御力そこまで高いわけじゃないんですけれど、攻撃力結構アップするなっていうことで、まあ今後戦闘とかしていくときにはね、積極的に使っていきたいなと思います。ただ防御力の強化ができないので、それは多分この蛮族シリーズが一式揃ったら、まあ封印する感じになるんじゃないかなとは思うんですけどもね。ちょっとしばらく使っていってみようと思います。はい。で、ちょっとですね、今の攻略段階というか、マップのね、クリア状況をまず見てですね、今後ちょっとどういった風に動いていこうかなっていうのを、確認して、最後そろそろちょっとタバンタ行こうかななんても、話してたんですけども、まあそうですね、この始まりの第一を除いて、まずその、3回に1回ぐらいのペースで、話を進めていくようなイメージでいたいなと思ってて、まあ最初この始まりの塔から始まって、双子山の塔、果ての塔といって、で、これからラネールの塔に入って、ここで、まず水の真珠バールッタを解放しましたと。で、そこから今度アッカレ地方に行って、そこでオルディン地方に行って、ここで、火の真珠バールウダニアを解放したんですけれど、まあ、ちょっとこのテンポで行くと、ちょっと一個足りない状態で、クリアしたことになって、めっちゃここでね、一応丘陵の塔を、ハイラル平原の、ハイラル丘陵か、の、塔を、前回クリアしたわけなんですけれど、一応これで今、解放というか、クリアできてるマップの数が、まあこれここ解放してるんですよ。中央ハイラー全く手付けてなくて、一応これで解放というか、コログ集めが終わっているマップの数がだいたい7つに、なるんですけれど、まあ次の真珠があるこのタバンタ地方の攻略はですね、マップの10個目にクリアするイメージで、やっていこうかなっていうふうに考えていて、今回からちょっとやっていきたいなって思ってるのが、ここの湖の塔とフィローネの塔ですね。この2箇所を、先に消化しちゃおうかなと思います。どっちから行こうかな。そうだな、まあ、結構ね、こちら辺とか結構フライングして入っちゃったりはしてたんですけれど、こっちかな。湖の塔から入って、多分、ハイリア湖周辺っていう感じになるのかな。まあ、こっちの方に進んでいってみたいなと思います。はい。というわけで、一旦ですね、馬、迎えに行かないといけないので、どっから移動してくるのが楽かな。馬宿がここにあるんだけど、こっちから行っても近いんだが、そうだな、今現在海星の祠にいるから、ここから平原外れの馬宿に行って、ファイ回収して、それから南下していこうかな。はい。ね、ちょっと前回ショッキングな出来事がありましてね、これまでね、いろんな武器とかをちゃんとね、こういう感じで、スタンドにね、立てた状態で撮影をするっていうのをちょっと頑張ってみたいなと思ってたんですけれど、ゲームが、多分真珠解放が2つ目に入ってしまったからだと思うんだけど、通常のライネルが出てこなくなってしまって、そのライネルの体験とライネルの槍っていうのが通常のライネルしか持っていない武器になるっていうことですね。まあもしかしたらまだね、見てないエリアとかにもしかしたらまだ通常種のまま残ってるライネルがいるかもしれないんですけれど、当てがあったのがこの、なんだっけな、多分この辺かな、
この辺のね、オブババの森のライネル2体、ここがね、ちょっと槍と体験のライネルが住まうエリアだったんで、ここでもね、死んでるんですけど、ここのライネルだったらワンチャンと思って行ったら、すでに一段階強化された青髪ライネルでね、青いライネルでね、すでに、ライネルの体験、そしてライネルの槍を持っていない状態だったということでね、ちょっとショックを受けているんですけれどもね。まあ、ちょっとその2本に関しては、後からね、まあ、お金でね、図鑑の完成をちょっと解決するっていうやり方があるので、それで対応するしかなくなっちゃったかな。多分こっから行くエリア、結構外側のエリアの方まで行くとね、ライネルもほぼほぼ強いライネルばっかりになってくると思うから、ねえ、ちょっとやらかしたねー。もちろん槍とか体験を使うライネルっていうのは他のエリアにはいると思うんだけど、バールッタとかそういうことの、その真珠解放を始める前にやっておくべきだったんだな。まあどっかでワンチャンね、普通のライネルに会えて、槍とか体験どっちか持っててくれるのを祈るしかないね。言うてもまだね、ライネルが住んでて、まだ行けてないエリアっていうのも結構あると思うんで、そこに希望を託すしかないかな。んで、馬の装備をちょっと変えたいんですよね。夏キド前回マックスとかじゃなかったから変えれなかったんだけど、この人じゃなかったっけかな。してください。もちろんよ、マックスマックス。当て紙。おう。あ、いいね。頭の色も変えれる。これ何をあれにしてんだろうな。三つ編みいいな。なんかゼルダが乗ってた馬っぽくなるじゃないか。はずな。うわ。来ない。三つ編みにした意味ねえ。これで乗ると多分パワーアップしてんだよね、少し。あ、2個増えてる。んで、こんなことなんか話してくれたおじいさんがいたような気がしたんだよな。あ、これだ。やばい、この平原エリアはそんなにやる気なかったんだけど。確かにこれこそ、ふさわしい。頭変わっちゃった。ああな、確かにな、見た目はな、正直このままの方がねいいんだよな。でっかい馬だとそもそも走らなくなりそうな気がするんだよな。でかい馬ちょっと捕まえて試してみようか。そうだな、スタミナ回復の料理はあるから、ちょっとでかい馬捕まえてきてみるか。ってなると
こっちだな。よし。またオブババの方に行って、あの巨大馬を捕まえてこよう。そっち行きゃそっちで多分、なんだっけ。塔があるはずだから、うまく利用しよう。黒い馬なぁ、なんつうか多分ガノンドロフが乗ってた馬をイメージした馬だと思うんだけどね。あれ手に入れたらなんて名前つけようかなーってね。なんならガノンドロフってつけることももちろんできるとは思うんだけど、ちょっとひねりねえよなー。じゃあ、とりあえずね、次の攻略の目標になるエリアとしてね、ハイリア大橋を目指します。エリア名ここなんて言うんだろうな。まあね、あの風の神獣を解放して得られる能力っていうのがね、探索にとても便利な能力ではあるんですけれどね、なんだろう、初見でやった時も結構その能力に助けられて、あの祠集めとか全部やれたっていうところもあると思うし、あれは本当にね世話になった能力なんだけど、まあ、だからそれゆえになんつうか、なんだろうね、ああいう風に飛んで移動してちゃ見れない景色っていうのがあったと思うから、こうやってね、まあ自分の足で走るもよし、馬に乗ってね平原を駆け巡るっていうのもよしで、こういうふうに地に足つけて移動してるからこそ見えてくるものがあるって考えると、なんかちょっとエモいなーって思ったりもしますよね。さあ、ではね、ハイリア大橋に入ります。この辺って守りなかったっけなー。まずね、コロア集めももちろんするんですけど、まずは、塔を解放したり、馬宿を解放したりっていうのをまず先にやっておきたいかな。おっとっと。どけどけい！ブンベラ投げてくると危ねえからな。なんかそんなに癖はなさそうにも見えるけどね。こう見た感じは。よし、ちょっとここら辺で一旦塔解放しに行くか。待って、武器が強すぎる。あ、槍壊しとか使っちゃおうか。一撃。いるじゃん。あ、俺取ってるわ。え、何やったの、いつ。バカでしょ。え、なんか食らった。いた。あいつお構いなし殴ってきやがる。さすが高位のモンスター違うね。よし。
武器もらっていこう。ゼルダの、いやムジュラの仮面の効果も、確かめていきたいな。でも魔物に気づかれにくくなるっていうことなんだけど。警戒はされるが、敵対はされない。あいつ皮膚機か？皮膚機だ。いいね、いいね。さて、塔にたどり着き、ん？悪いな。ムジラの仮面いいじゃん。さてと、そしたら登っちゃいますか。登るとなれば、やはり、この方だな。特別投擲とかは、遠距離攻撃みたいなことしてこてんか。よし、じゃあ楽勝だ。だ。周辺情報の入手を開始します。はい、周辺のマップが追加されました。よーし。というわけで、まあ、ハイリア湖、フィローネ地方でいいのか。まあ、西フィローネっていう感じでしょうかね。言ってしまえば。オッケー。おーおーおー、あいつ、ネルドラっけ？フロドラか。まだ取ったことなかったんだな。でもフロドラの方が多分今後、ほこら回収に必要になるんじゃないかな。あいつどういうルートで来るかな。こっち側には来ねえか。あわゆくば取りたいけどな。このまま行って、どうにかなるか。行けそうっちゃいけそうだけど、なんか、相手がでかいからさ、いまいち距離感つかめないよね。
この竜の風利用するとスタミナ回復するんですよね。あ、いけそうだな。軌道修正しつつ、ここで撃つ。おっと、あぶね。よし、落ちた。いただきます。よし、停滞一撃もらっちゃいましたけども、これなんで。よし、そしたら、頭だけ吹っ飛ばす。夜間だ。夜間はリードアップだな。ただまあ結局ね、パイに乗って移動するからあんま関係ないかもしれないけど、こっちに切り替えた方が安全か。よし、行くぞ。いい、とりあえず道なりに進んでみよう。道中馬宿があるかもしれない。歩いてるだけでもなんかすでにね、コログめちゃくちゃ通り逃してると思うんですけど、まあいずれね、まとめて回収していきますので。今は一旦好きなようにね、旅させてもらうと。イローネ樹海、今の立ち方なんか怪しいな。おっと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 、大丈夫か。この進行方向上、途中に馬宿か何かあったような気がするんだよね。敵いるわ。敵いるけどムジュラの仮面つけてるからそんなに反応されないね。ムジュラの仮面最強か。よーし、さてここは天の馬宿。よいしょ。ちょっと一旦ね、そこの祠をクリアしちゃいましょうか。新品と交換、中古置いていくわ。好きに使ってくれ。ハオマカの、まあ、今回ここを攻略して終了ですかね。道をつなぐもの、とりあえず能力はこれだね。ちょっと待って、ちょっとアイテム整理させて。待って、ああ、なるほどね。やるべきことは思い出したぞ。
ディザルブ村は。ではですね、置いていきましょうか。これは、待て。あ、弱いやん。そう。弱いやんとか言いながら、一発もらうっていうダッセーやつだな。これは、ここは壊れるはずだ。痛い。まず宝箱。オッケーの意味いいな。耐久アップついてんじゃん。耐久アップついてんのいいね。いや、しかし持ってる弓が強い。これか、さすがに。いや、でもこれするとあれか。木製の弓がなくなるな。木製の弓がないのはちょっと状況的に怖いんだけど、まあ、いっか。その時間はちょっと弓が使えない敵にとってのサービスタイムってことで。なぜ敵に塩を送らねばならん。さてさて、そしたら、まあ、一旦適当にね。まず上に登れないと話にならないから。あ、階段で登れたわ。金属だもんね。はいはい。ここはそんなにね、悩むほどの、あれじゃないですね。抑え変わらずうまくないけど。よし、行こう。OK。そしたらですね、一応ここのエリアの、祠の数が、あと1、2、3、4、5個か。5箇所になるかなと思います。まず先に祠をすべて回収するのをやって、その後に、まあ、コログを回収していこうかなって、いつもの流れでね。進めていきたいと思うんですけれど、ちょっとやりたいことがありまして、先にそれの回収のためにですね、一旦、ファイトここで一旦お別れして、以前に挑んだオブババ装置かな、そこに住んでいる巨大馬、次回探しに行きたいと思います。はい。では、ゼルの伝説ブレスオブザワイルド実況プレイのパート80、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の方お待ちしております。それでは皆さん、まで見ていけるな。